ゆくやぎです。今回はなんとアンディフィーテッドでスニーカーが当選したということで、早速受け取りに行きたいと思います。で、本日の足元なんですが、ナイキドリフタースプリット ISPA です。ということで早速行ってきましょう。はい、ということで買ってきました。スニーカーがこちら、ナイキダンクローレトロ、カラーがホワイト、ユニバーシティブルーホワイト、サイズが US11-29cm のマイサイズです。ボックスはいつも通り赤箱になっています。裏側です。それでは早速開けていきましょう。ザザッと、包み紙がこんな感じです。ボックスの内側です。はい、ということで肝心の中身がこちらです。いや、もう最高ですよね、このカラーリング。いや、ノースカロライナ、めちゃくちゃもう爽やかでたまりませんね。今回アンディフィーテッドで購入することができて、もう諦めないで応募し続けて本当良かったですね。今回の抽選から店舗かオンラインどちらか片方の応募しかできなくなったということで、運よく自分のところに転がり込んできてくれたのかなっていうふうに思います。靴の中にはこんな感じで紙が丸め込まれて入ってました。黒タグです。はい、ということでじっくり見ていきたいんですけど、やはりユニバーシティブルー、めちゃめちゃ美しいカラーですよね。もうなんて言うんでしょうね、スニーカーの完成度が高いし、もうカラーリングが美しすぎるし、いやー本当に最高ですね。まあただこのナイキクオリティっていうか、このボンドのはみ出しとかが結構気になるかなっていうふうに思いますね。ここですね、ここと結構大きく、まあ仕方ないですかね。あとはシューレース、ユニバーシティブルーで結構このカレッジ寄りなイメージになってしまったからなのか、なんかこの斜めの折りが入ってる感じとか、なんかどうなんでしょうね。これこんな感じのめちゃめちゃ河川感の強い固めな感じのシューレースですね。はい、ということで実はユニバーシティブルーのいい感じの靴紐を持っていたんで、これはナイキと堺のコラボのブレザーについてたシューレースなんですが、こう比べてみていただいてね、まあどっちが好みかなっていうところですよね。こんな感じで変えてみました。あ、もちろんブレザーの紐なんでちょっと長いですが、工夫次第でなんとかなるかなっていうふうに思います。それでは細かくじっくり見ていきましょう。つま先からです。アウトソールがユニバーシティブルーで、ミッドソールがホワイトっぽいんですけど、まあセールカラーではないですよね。ただアッパーのホワイトと比べるとなんか若干くすんでるというか、黄色みがかってるかなっていうふうな感じの発色に見えます。で、つま先の補強パーツですね。こんな感じな。まあ、いい感じのレザーで。まあ、普通っちゃ普通なんですけどね。このスムースレザーな感じが、クラシカルで、最高なんですよ。めっちゃいいよな。で、こんな感じになっていて。パネルはホワイトですよね。で、このスーシュ。このダンクローの2色のカラーっていうのがね、ああもう最高ですね。あ、ちょっとここら辺のレザーの仕上げがちょっとな残念なところはあるんですが、まあナイキクオリティということで我慢しましょう。続いて内側です。まあこの内側のボンドが結構目立つかなっては思うんですが、まあ我慢しましょう。いや本当に美しいな。ただこのストラップの部分がちょっと雑なんだよな。でこんな感じになっています。続いて正面からです。正面から見るとまあ色は美しいですよね。ユニバーシティブルー、
なんですが、やっぱシルエットがちょっとやっぱ背が高いっていうか、なんかそこがちょっと残念ポイントかなと思いますね。この間のバストグレーがめっちゃ良かったんで、やっぱりそこが気になるかなって思います。で、ベンチレーションですね。で、レザーの質感はこんな感じ。で、硬さですね。硬さがめちゃめちゃ硬いです。サイドもかなり硬いですね。なので履きじわとかかなり入りやすいんじゃないかなって思います。その辺気をつけて履かないといけないかなっていうふうに思います。で、切り返しはこんな感じの場所ですね。で、終端が、素材はナイロンですね。ナイロンの終端で、このシュレスループなんですが、ちょっとこれ後ろ側がずれてね、こんな風にはみ出しちゃってるんですけど、その辺がちょっと雑かなって思います。で、タントップはこのようにナイキとスーシがユニバーシブルーであって、パイピングがこのようにユニバーシブルーで施されています。まあ、個人的にはパイピングもホワイトの方が好きですかね。続いてかかとからです。かかとから見るとこのような感じで、いやー美しいなー。で、このね、かかとのこのなんて言うんでしょう、ディテールがもうなかなか美しいですよね。で、このようにナイキが刺繍で施されていますね。続いてアウトソールです。アウトソールの色がもう美しいですね。もうこれだけでもう何杯ご飯を食べれるかっていう、最高です。続いてライニングです。ライニングはこのようにメッシュ素材になっています。で、タン裏のディテールですね、見ていきましょう。こんな感じで、ああもう本当にこのヴィンテージ感あふれるこの仕様めっちゃ好きなんですよ。めっちゃいいですよね。ちょっと見づらいですかね。で、こんな感じになっていて、ここの裏側は特に何もディテールはありませんでした。で、インソールもこれですね、同じようなメッシュの素材で、ナイキとスーシがホワイトでプリントされています。これはすぐ取れそうですね。はい、ブチタグです。一応クッションなんですが、このサイド周りのクッションは結構ちょっと厚めなクッションになっていて、かかとの方はね、ちょっと薄めになっています。はい、ということで2足ともこんな感じで、堺ブレザーについてきたユニバーシティブルーのシューレースに交換しました。うん、いい感じだ。じゃあこんな感じで早速履いていきましょう。はい、ということで早速履いてみました。いかがでしょうか。いやー、もう最高ですね、この感じ。もちろんソックスはアンディ・ヒーレットのソックスを履いています。いやー、アンディ・ヒーレット最高だ。いかがでしょうか。いやー、もう超なんていうんですかね、オーセンティックっていうか、もうザ王道ですよね。いやー、本当に買えてよかったな。めちゃめちゃいいな、爽やかで、これからの時期もうガンガン履いていきたいですよね、このカラーリング。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。いやー、グレーのスウェットパンツとの相性も最高ですね。いや、この辺でサイズ感の話していきましょう。サイズ感なんですが、最初見た目はちょっとボテッとしてるかなと思ったんですけど、やはり最近のダンクらしく幅は結構細身な感じがしますね。ただやっぱり高さはめっちゃ余裕があります。もう本当にハイカットのやつよりもかなり余裕があるんで、高さは大丈夫だと思うんですが、ですね、意外と細身ですね、ダンク。なんでちょっと幅広の方は若干注意した方がいいんですが、高さはあるんで、その辺がねちょっと難しいのかなって思いますね、サイズ選び。そしてこれアッパーもめちゃめちゃ硬いんで、そうですね、この高さがある分刺さる、このなんていうんですかね、指先とか甲に刺さるっていうことはないと思うんですが、このサイドのね広がりはちょっと薄いのかなって思うんで、本当に幅広の方は注意した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。いかがでしょうか。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。こういう太いパンツとの相性もめちゃめちゃいいですね。コントラスト効かせてやるっていうのもありっちゃありなのかなっていうふうに思います。で、またこの靴下がいいんですよ。いや、幸運の靴下だな。いや、素晴らしいな。もうほんとスニーカーズは信用ならないんでいかがでしょうか。
はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。一応これ白のシューレースに変えたんですけど、これがあれですね、ズームストリークスペクトラムについてきたシューレースですね。あ、こんないいシューレースついてきたのかってびっくりしましたね。ちょっとなんかいいシューレースないかなって探したら、偶然にもあの中にこれが入ってるっていうことで、いやー本当はこの感じのユニバーシティブルーのシューレースが最も最高なんですけど、なかなかないですよね。いかがでしょうか。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。こんな感じです。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。こんな感じです。はい、ということでゴールデンウィーク一発目、ナイキダンクローレトロユニバーシティブルー、いかがだったでしょうか。最高のカラーリングも王道と言える一足ですね。まあただこのシューレースだったりこのナイキクオリティがちょっと残念な部分はあったんですが、もう本当にね嬉しい一足でした。そして今回のゴールデンウィーク一発目なんですけど、偶然にも店舗で買えたから旬な一足ということで今回のユニバーシティブルーをお送りしたんですが、実はまだまだ購入できていて、そちらの方もね明日から続々とアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。もしよろしければね、ツイッターの方でも実は何を変えたとかね、実はつぶやいてたりするんで、そっちの方もぜひフォローしていただければなっていうふうに思います。もしよろしければね、高評価の方もぜひぜひお願いいたします。何かあればコメント欄の方でどしどしお寄せください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。